時を描く1960年に日本で開催された会議の記念切手バードライフインターナショナルは蝶類の保護を活動目的とする国際環境 NGO である。イギリス日本部を置き国境を越えて移動する渡り鳥をはじめとする野鳥の生態調査などでの国際的連携を担う。1922年6月にインターナショナルカウンシルフォーバードプリザベーションとして発足した。 現在は、ロイヤルソサイティホーザ・プロテクション・オブ・バーズをはじめとする、多くの鳥類保護団体が加盟する、世界規模の国際的環境保全ネットワークである。加盟団体の会員の総計は277万人以上に、上る。現在の名誉総裁は、高窓の宮菊子であり、事務総長は、ヘーゼル・ショーカルー・トンプソンである。また、日本におけるパートナー団体には、 日本野鳥の会などがある。台湾からは民間 NGO、中華民国の鳥学会が参加していたが、中華民国を監視ない名称への変更、台湾独立を唱えないことを約束した文書の提出などを要求し、拒否されると2020年9月に除名処分とした。バードライフアジアは2002年4月にイギリス本部からバードライフインターナショナルのアジア部門として、 日本の東京都新宿区に事務所が移設され活動を行っていたがアジア部門を統括する地域事務所の本部業務は2012年にシンガポールに移り東京事務所は英国本部と名誉総裁高窓宮妃の連絡や調整などが主な業務となり2014年に名称もバードライフインターナショナル東京に変更した英国王立鳥類保護協会のアジアでの最初の ゴールドメダリストである市田のりが初代の代表だった。2001年にはアジア版鳥類レッドデータブックがバードライフインターナショナルから出版されている。アジアには約2700種の鳥類が生息し、664種がレッドデータブックに掲載された。絶滅危惧種はインドネシアが115種とアジアで最も多く、日本は45種で9番目に多い。 ありがとうございます。